あの爺様は私が育てたミエルをすごく可愛がってくれてる。それは私にとっても喜ばしいことです。センスは間違いなく一級品なのですが、どこか抜けてるミエルが主様について大丈夫なのかとずっと不安でした。ジュラエル様、私が慈悲の天使王になったらもっと慈悲に満ちた取り組みをするよ。まずはみんな私に優しくすること。ミエル、それは慈悲ではありません。怠惰ですよ。私の後継者としてずっと面倒を見てきたからどうしてもミエルへの解像度が高いせいか。心配が尽きなかった。本当大丈夫。私が、ヘブンズハート、になったら手助けできなくなるけど。慈悲の天使王としてやっていける。大丈夫大丈夫。言っちゃ悪いけど、私、センスあるから。慈悲の私が言うのもなんだけど。多分この子はどこかで痛い目に遭うんでしょうかね。アイアズーネルに騙されて主様と不当契約をしたと聞いた時は頭痛が収まりませんでした。ああ、やっぱり甘やかせすぎたなと。ゲール様、ミエルの件でご足労をおかけして申し訳ございません。お互い大変でしたね。ミエルは私が気にかけているから、ジュラエルは、ヘブンズハート、で頑張りなさい。もう恥ずかしすぎて顔から火が出そうでした。エデンへの立ち入り禁止という処罰を下したと聞いた時は、ですが私の中で嬉しいことがありました。なんと主様の相方に抜擢、最後まで主様の役に立ち続けたミエルを見ていたらあの子なりに頑張っているんだって心強い気持ちになりました。ミエルがあれだけ成果を出した以上、私も負けていられません。元慈悲の天使オールラエル、ヘブンズハート、治療の究極系、ズラ、いざ主様の前に立ちふさがります。主様、いついらっしゃるのでしょうか。知る、今何分経過した。30分です。それより私の名前、教えていないはずですがどこで聞いたのですか。見えたんだよ。知る、シェルティ、まだここまでしかわからない、けどなるほど、浅い記憶程度なら見れるみたいだね。この少しの時間で地道に目にオーラを流し続けて痛みを和らげた、そして掴んだよ。ゆっくりと、じんわりと、目に送るオーラ量を増やせば最初みたいな負担は抑えられる、膨大なオーラ消費は仕方ないけどね。まだ用途はわからないけど、もしこの目を使いこなせれば俺は先に進めるのかな。ただ休憩しているだけだと思っていたら、成長している。このままミスをしていいのか、壊れないか。私に聞いても答えが返ってこないことは知っているでしょう。何をそんなに動揺している、俺のこの目がそんなに異様か。表情はさすがだ、でも少しの呼吸の乱れや、発汗、嘘をついた時にわずかな筋肉のこわばり、癖は隠せないものだな。今までそこまでの観察力は持っていなかったでしょう。それに気づけないくらい目に全神経使っている証拠じゃない。やっぱり馴染んで何回ない。確実に脳に強い負担がかかっている。やめなさい、次の試練に挑めなくなるわよ。やっぱりそれだけの代物なんだな、この目は。大大の部屋で痛感した、俺は自分と相性が悪い奴にても足も出ていない。今の武器じゃダメなんだ、なんとか勝てる、じゃなく、ほぼ確実に勝てる、そういう次元に行かないとこの試練攻略は不可能だ。今買っているのは運力激レアガチャを引けただけ、この試練を超えるためには差し前の最高レアの大量放出してるくらいのソシャゲくらいの確率で出さないとダメだ。真面目な顔でゲームで例えるのやめてくれません。さて、次は勝つか、情報をくれ、知る。この部屋にいるのは治療の究極系、名の通り治療を得意とします。治療だから治すだけと思っていたら即死ですよ。治せるということは逆もしかり、内側から壊すことだってよい。せいぜい細胞を再起不能レベルまでぐちゃぐちゃにされたり、臓器爆発、血流逆流、体温変動、無残な死を迎えたくなければ相手の攻撃に触れないことです。相変わらずぶっ壊れ性能だな。自分はこまめに治療できるのに、俺は触れられたら即死、クソゲーもいいところだ。クソゲー上等、お前らが俺にとってのクソゲーなら、俺もお前らにとってのクソゲーになりやがってやるよ。どんどん回復しろ、俺はお前が治すだけ叩き潰す。素晴らしい覚悟です。では私もあなた様の覚悟にご満足できるよう視力を尽くしましょう。あなたには私から最大限の慈悲を。触れるな。って言ってたけど速攻で範囲攻撃仕掛けてきやがったな。薬は毒にもなるっていうし、多分毒だろうな。乱暴。とりあえず性質も法則もわからないからな。少しでも乱して本来の効果を薄めるしかないな。さあ、どう戦う、相手に触れたら終わりってただ触れたら終わりなのか、それとも手とか特定の部位に触れたらダメなのか、そっちゆえに試すこともできない。そもそも治療やこんな広範囲の能力はオーラの消耗が激しいんだ。耐えていれば少なくとも能力の大盤振る舞いはやめるんじゃないか。安心してください主様、私にはオーラの助けという集体はさらしません。私の一オーラ時のオーラ量はヘブンズハートのメンバーの中で最高80強を持ち合わせております。無限の野良ほどではないですが、私はオーラの永久期間を持っている。それは消費したオーラを自力で回復させることが可能ということです。
はやめて、無抵抗で私の慈悲に包まれてください。来ないのですか？てっきりお得意の手法で攻めてくると期待していたのですがね。こいつ、その場から動く気がない。触れと言わんばかりに、俺が攻めてるはずなのに、一歩も動かない相手の方がよっぽど恐怖だ。事前情報に騙されてる。私はヒーラー。確かに治療と逆のことはできる。けどそれはヒーラーとしては邪道。治療者として最低の行為。この光は互いに傷を受けないための光。だけど主様、あなたがそれを、乱暴、で乱すことで自ら薬を毒にしている。宣言します。私はあなたに一切危害を加えません。望むなら勝利を送りましょう。ただし、自ら私の慈愛に気づかずに自滅した場合、それは関与しません。ヒーラーである私を信じなかった主様への罰です。素敵な顔が見えませんね。もっと細かく、空間に馴染む光にしましょう。うん、いい感じですね。空気が澄んでいます。スイスイ。濃度が濃くなった。俺の乱暴でも抑えきれない。クソ。騎士が乱れてる時に攻撃ほど単調なものはないです。クシ。怯えすぎですよ。これはただの霧玉。遠距離の対象者に対して傷と一定のオーラ量を回復させるものなのですが。どの時代でも医療は認められるまでは毛嫌いされるもの。私の医療を拒まれれば施しようがない。主様からはきっと私は死神にでも見えているのでしょうね。本当はただの慈愛と治療をもたらす天使なのに。どうすればいい？自分の発想、観察、俺の成長を嘲笑うみたいな理不尽。マジになったとはいえ、今一番弱っているところが目を上げたか。本当こればっかだな。ちっちょう、毎度同じ手法。最後は結局捨てに、脱臭しない自分が嫌になる。無償に、単純明快、最高火力で一点突破。まだ涼しい顔しやがって、圧倒的物量で押しつぶしてやるよ。オーラテラバースト。折れろ。かわいそうな人。必死すぎて全然前が見えてない。ここまであなたを追い詰める必要があったのか。家庭を全部飛ばしてまで無茶苦茶な成長をして何の意味がある。あなたは本調子じゃない？殺さないと約束するから一度私の治療を受けて。脳が正常じゃない？オーラの効率も悪い。全部無理やり出してる感じで荒っぽい。動きも威力任せで単調。一オーラ分とはいえ、私たち相手に連戦自体無謀なもの。一度ここで整えるべきですよ。お前らが言うな。お前らの都合で俺は、別に感謝しろなんて言いません。ですが万全な状態で、しっかり目を直して、脳の負担を気にするくらいは、手助けしてもいいじゃないですか。お前ら何なんだよ。敵丸出しで襲ってきたり、教えてきたり、こうやって助けてきたり。私たちだって必死なんです。ですが私は他人の苦しむ姿を眺めながら無視することはできません。慈悲の天使なので、そんなに欲しいなら勝利、譲りましょうか。今一緒に出ればきっと私はアシストに回れる。もちろん私は罰を受けるでしょう。この空間、この試練ではどちらかが絶命することが条件。それを破るのですから私に強い罰則が来るでしょう。プライドが許しませんか。ですが目的の達成を願うなら、私の言葉に甘えてみるつもりはないですか。もうわけわかんねえよ。敵なら敵でいてくれよ。俺に優しくするなよ。殺せないだろうが。どういうつもりだ、ルラ。あの方が許さないぞ。その判断は愚かとしか言えないぞ。いいですよ。私はこれより、ヘブンズハート、ルラではなく、ノラ天使、ルラエルとしてこの方のアシストをします。この人の成長には全面的に支えになる人が必要です。突き放した試練では間違った成長しかしません。ルラ、なかなかやるな。まさかそんな手があるとはな。これでは主様の好感度が爆上がりではないか。メルメイ様、大変です。神様が白目向いて気絶しました。ここら辺に捨てておけ。ルラの反落はノーマークだっただけだろ。7点か6点か。ルラはいい子だったと思う。合体前提で話さないでくださいよ、ベル様。ふん、気絶してる場合じゃないぞ。さっさとミールのところに行って交渉してこい。ルラが主様のサポートするのに特別許可をもぎ取るのがお前の仕事だろ。とりあえずガキ臭いことばらすぞって脅せ。無理なら私も一緒に行ってやる。お願い。もうちょっと現実逃避させて。追いつかない。
視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。